苦手なあなたでもきっと好きになる。好きになりますよ。東海ラジオ版大口博士歯科クリニック放送局です。はい、今日の質問はですね、はい、岐阜市の恵子さんという方からいただきました。恵子、はい、さんのお父さんですね。お父さんが犬歯が抜けたままの状態で、はい、日常生活に何も困らないから、うん、それで、ね、なかなか歯医者に行ってくれないそうです。はい、ね、犬歯がないと、まあ、歯が一本ないってことなんで、うん、食べにくそうなんですけどね。食べにくいよね、はい、絶対食べにくい、ね、まあ、どうしたらいいですかという質問でしたけども。なるほどね。はい、今日もお話ししていただきますのは、はい、骨をドリルで削り取らない、痩せた骨でも対応できる、はい、大口式インプラントの考案者、岐阜駅前の大口博士歯科クリニック理事長の大口博士先生です。はい、先生今日もお願いします。はい、どうぞよろしくお願いします。はい、では先生早速ですが、はい、犬歯が、ね、ないことによって、うん、まず何が起こるかですね。うん、口の中でしょ。はい、うん、そうですね、お口の中として特にね、まあね、うん、歯が一本ないんでね、まあ、何かしら起こりそうですけども、起こるな、なんかね、はい、ね、歯はね一本なくなったらね、はいはい、いろんなこと起きるんだよね。いろんなこと、ああ、やっぱり昔ね、うん、あのちょっと有名人がね、はい、あの女優さんね、はいはいはい、で歯が一本なくて、はい、まあ噂だよ、はい、真意のほどは分かりませんが、うん、あの歯が一本なくて、はい、あのね、生活が乱れちゃって、はい、で、まあ、女優さんの仕事から、はい、なんかね、うん、あまり良くない、トルコっていうんだな、トルコ、あ、トルコ、うんうん、で岐阜にもあるでしょ、岐阜裏の方ね、あ、はい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 、ああいうところで働いた本当だという話があったの。はい、まあ、先生は直接見たわけじゃないから、噂だけなので、まあ真意のことは分かんないけど、うん、あの結局ね、まあ、それは横に置いておいて、はい、歯がなくなると、はい、一本なくなるんだけども、はい、実は歯ってお互いスクラム組んでるんだよな、あ、うん、隣同士こうスクラム組んでる、はははは、でそのスクラム組んだので一本抜けると、はい、全部その一本抜けたところにピューッと寄ってくるんだよね、倒れてくる、あ、歯が倒れてくる、うん、ただなんかね、歯塞がってあるから、あ、全部上手に揃ったなってのが大間違いで、倒れちゃうんだよな、あ、そのままずっと置いていくと倒れてきてしまう、うん、あ、だから多分そのお父さんね、うん、はい、あの倒れてるもんで、はい、全部揃ってるように見えるかもしれない、分かんない、あ、そういうことですね、うん、まあ、あの見てみるとよくわかるけど、はい、まあ、そういう方がねたまにいらっしゃるんだよね、でそれになると、うん、今日も朝の東海ラジオお話したように、はいはい、歯と歯って上の歯と下の歯って、はい、お互いに噛む時って、はい、歯車みたいなものなんだな。ああ、はいはいはい。こういうね、歯車な、はい。要するに、はい、突起とへこんだとこ、はい、あの相手の突起がそのへこんだとこに合わさって、はい、こう重なって、はい、こうやってグーッと回ってると一緒なんだよね。ああ、そういうことですね。それがあの、うん、歯なんだよね。だから、一歯対二歯っていうふうに、はい、あの言われてんだよ。一歯に、必ず一つの一本の歯に、相手は二本の歯が、こう、当たってるというふうに言われてんだよね。うん、で、それが崩れる。あ、そうですね、うん、で今日はね、うん、天野さんがおっしゃったみたいに、はい、あの、あ、それってね、うん、歯車の歯が一本かけたようなもんですねっていう、うん、そうですね、だったらうまく回らなくなりますねって、そうですね、ね、言われたけど、まあその通りだよな、そうですね、うん、だから上下の関係がうまくいって歯並びが良くて、初めて食べてね、はいはい、あのよく食べ物が細かくなるし、はい、唾液でもしっかり混ざるんだけど、それがあのこの噛み合わせが悪くなると、はい、あのもう唾液も出なくなるし、はい、ね、細かくならないというだよね、食べ物が、だからそういう口の中の現象が起きるので、はい、一本なくすということは、はい、全ての歯がなくなりますよという、うん、まあね、契約書してたんだね、契約を、あ、そういうことですね、うん、そうなんだよ、たかが一本じゃないんですね、たかが一本されど、そういう場合の道だな、そうですね、はい、そういうことになりますね、ですからね、歯一本抜けた時のすぐにね、はい、その後に、うん、まあ、今ブリッジにしなくても量を削らないといけないので、ブリッジにしなくてもインプラントってすごくいい方法なので、そうですね、ぜひね、インプラント入れて歯の代わりするということを選択されたらね、そうですね、ずっとね、うん、いけると思いますので、はい、はい、そうですね、健康も保てると思いますよね、そうですね、まあ、口の中はそんな状況だな、あ、はい、はい、先生よくわかりました、はい、はい、ありがとうございました、はい、どうぞ、はい、こちらの放送は毎週月曜、水曜、金曜の午前10時より YouTube にて配信しております、
また次回も違う内容でお話ししますので、ぜひご覧ください。はい、こちらなんですが、当院へ足を運ばなくてもホームページやお電話にて購入していただくことが可能です。こちらのジェルにはですね、歯周病や虫歯予防に効果のあるよりすぐりの高品質な5つの生薬を配合しております。またですね、発泡剤や研磨剤、防腐剤一切入っておりませんので、高齢者の方やお子様にもですね、おすすめしていただけます。お電話でのお申し込みはですね、フリーダイヤル 0120-640-896、 フリーダイヤル 0120-640-896、 覚え方はですね、フリーダイヤルの後に虫ゼロのハクル、もう一度言いますね、フリーダイヤルの後に虫ゼロのハクルまでお問い合わせください。またホームページはですね、 www.oog-nice-teeth.net、 またはですね、インターネットで大口博士が勧めるオーラルジェルで検索してくださいね。先生、ぜひ皆さん使っていただけるといいです ね、 ね、ある先生が、はい、歯周病で骨のなくなった患者さんに、はい、一生懸命ね、あのもう1日に3度も4度も塗ってね、はいはい、塗ってよ、はい、塗ってやったところ、はい、歯周病で骨なくなったとか再生したっていうね、データが出たんだよ。あ、そうですね、この間ね、びっくりしちゃったね。そうですね、はい、よりだから歯磨きとしてもいいことないね。そうですね、効果がね、効果出ますよ、多分ね、ね、歯周病の予防にも大変つながりますね。いいかもしれませんね、はい、はい、改めてから人生のために、まずはお口の健康からですね。骨をドリルで削らない大口式インプラント法のほか、独自のホーム矯正法で対応しています。まずはお口の健康からですね、の大口博歯科クリニック。